どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、クリスマスまであとちょっとなんですけど、この季節になるとどこからともなく聞こえてくる曲あります。この曲は特にいつもよりこう心を込めて、願いを込めて歌いたい曲です。ジョン・レノンの Happy Christmas War is Over、行きたいと思います。この曲はいつもガズレレで簡単コードにしてるんですけど、ちょっとどうしてもね、簡単にできないコード出てきちゃうんですけど、まあいい機会と思いますんで、ちょっとね、普段押さえづらいというコードにもチャレンジしましょう。いつものようにそれでも2バージョンやります。最初は初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者版シンプル簡単バージョン、後半はあの感じ出します。はい、ちょっとだから今日は盛りだくさんですけど、やっていきましょう。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、ウクレレ始めませんか。自分が大好きな曲聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいですけど、楽器と一緒に本当演奏までね、心を込めて弾く弾き語り、本当に楽しんで始めてもらいたいんです。楽器が苦手だとか、そういう意識のある方もですね、ウクレレだったらねできますから。弦も4本で簡単なんです。始めたらわかりますけど、奥もすごく深いんで、ずっと続けられるパートナーになってくれます。ぜひ、今ご覧になってるね、ガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾けるようになります。もうちょっとしたらこのようにリンクが貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにポンとジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私もうできちゃったよってなりますから。 YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間時間に音楽ができて、しかも無料、始めましょう。それではここにリンクあります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこにはガズが今まで取りためたありとあらゆる音楽、最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽、ハワイアン、昭和の夏メロ、演歌、アニメソング、こんなの山盛りであります。あ、ちなみにクリスマスソングまとめたのここに貼っておきましょう。クリスマスソングいっぱいまとまってますよ。他にもいっぱいあります。で、いろんな曲、さっきのリンク先のところに行って、検索できたり、ジャンルボックスから選べたりするようになるんで、どんどん音楽やりましょう。それではいきます。ジョン・レノンの。Happy Christmas, War is over. まずはガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1, 2, 3. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you are just begun. So this is Christmas.I hope you have fun. The day and the year, the all and the year. A very merry Christmas and happy new year. Let's hope it's a good one without any fear.ジョン・レノンの Happy Christmas, War is over。
ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはガズレレ流ショートカットバージョンです。フルでやりたい方、このパターンをこう歌詞へ書き足していって、オリジナルの楽を作り上げてください。動画の中で何とか一緒にできるようになった方も、書いてね、その書いたものを見て自分だけで演奏するのをおすすめします。その時の参考になるように、ガズのノートを見せます。洋楽の場合はプリントアウトして書く場合があるんですけど、今日はですね、ちょっと伝えたいことがあって手で書きました。こうやって手で書くともうめちゃくちゃやっぱ英語ですからね、こう、言葉が多いんですけれども、比較的歌いやすい部類に入る英語の曲だと思います。で、やっぱり、こう、歌詞も英語でコードも英語だからね、ちょっとごちゃごちゃになっちゃうんで、ちょっと青っぽい字で、コードは書いたんですけど、コード進行はめっちゃシンプルなんですけど、さっきも言ったんですけどね、ちょっとこのね、難しいコード出てきちゃうんですよ、2個ぐらい。ね、Gマイナーと A シャープ。これちょっと後で解説しますけど、ひとまず今はメモってください。はい。こんな感じですね。一時停止でどうぞ。ひとまず今はメモってください。一時停止で。どうぞ、このあたり。まあ、もしかしたらテロップ、動画のテロップを一時停止して書いてもらった方がいいかもしれないですね。シンプルですから、ひとまず行動の動きとしてはね。はい。繰り返しです。こんな感じ。はい。で、ここ、もうラストの。ここは、ガズの手やったけど、ラー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 とか、ララで歌ってもね、みんなで歌えるからいいかなと思うんですよね。まあ今はひとまずこの英語バージョンを繰り返してやってみました。これオリジナルガズレレオリジナルアレンジです。はい。じゃあ出てくるコードをまず解説しましょう。まずね、出てくるコードは、ここに書いてあった。C と F と Dm と G7。これはもういいでしょ ?C と F と Dm と G7。これも入門コードのグループですからね。まあ一応確認しておきましょう。この辺の超入門コードはね、これ、ガズレレではこのガズレレ必須コードと言ってよって、10個ぐらいあるんですよ。超入門コード。10個もあるかと思うんですけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。10個覚えておいたらほぼできるというコードのね、グループがあるんです。はい。それをガズレレ必須コードと言ってるんですけど、10個もあるとなると覚えるのね、ちょっとコツがいる。頭にスッと覚えられる。わかりやすい動画撮ってます、ガズが。ここにリンク貼っておきますんで、とりあえず10個覚えちゃってよ、その入門コードをね。そのうちの4個が基本に出てくるんですけど、今日どうしてもちょっとやっぱ、避けられないというか、そう、これはね、簡単にできなかったんです。そういうメロディーラインでね、まあ、キーが変わってるんですよね、つまりは。ちょっとやってみましょう。まず、Gm っていうコードから解説します。これはシンプル簡単バージョンでもかっこいいバージョンでも出てきちゃうんでね。Gm って押さえる場所、ここと、ここと、ここ。もう一回。ここと、ここと、ここですよ。だから、こういう風に押さえるか、あるいは小指でこう押さえる。はい。これが Gm です。これはなかなか出てこないんで、パッと急にね、演奏の最中に切り替えるのは結構、ね、難しいかなと思います。あとはたまに出てくるこの A シャープ。これ A シャープね。これもね、なかなかちょっと初心者の人は難しい。押さえる場所いきます。ここと、ここと、ここと、ここ。ここ、ここ、ここ、ここ。で、初心者の人はまずこの二つを人差し指でこうギュッと押さえちゃうのをおすすめします。ここ、このぐらいしなるわけよ。ギュッと押さえ込むわけ。そして、ちょい、ちょい。はい。このギュッと押さえるとき見て、親指は相当下の位置に寄ってますね。要はここでこうやって挟むわけだから、その挟む真下に置きたいわけだからね。はい。で、ちょいちょいとここを足して、A シャープ。で、ちょっと慣れてる方は、1フレット制覇バレーって言って、これで1フレットビシッと押さえてちょいちょいでも、まあもちろんどちらでもいいですけど、はい。この A シャープというコードと Gm というコードを、どうしてもやりたいんで、練習してください。はい。というわけで、今のは、ワンブロックに4つ引きでゆっくりやったバージョンが今のシンプル簡単バージョンでした。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、やっぱリズムです。まずこのリズムなんですけど、こういうリズムになってます。3連のリズムですね。こんな感じです。じゃあ C の、A メロの一番最初のところをやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。タンタカタン、タンタカタン、タンタカタン、タンタカタン。これ、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これでワンブロックなんですよ。要は、1の時に3つ鳴らすわけ。これがリズムの基本だと覚えておいてください。はい、ここに書きました。
三連のリズムって書いてあって、ここね、タンタカタン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 。このタンタカタンがこのワンブロックに入るわけです。ここで、タンタカタン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 。これをまず基本のリズムとして覚えておいてください。ちなみにアクセントが入った方がいいですから、C でやります。タンタカタン、タンタカ、最初は強い。タンタカタン、タンタカタン。これを覚えておいてください。これが基本になるんですけど、これだけじゃないです。あれやりたいでしょ、あれ。いきます、こんな感じです。これですよ、これ。やっぱりこれでしょ。これのスケール感。このなんかスケール感。まあ、同じこと2回言いましたけど。このスケール感でやりたいわけです。これ、フレーズを弾いていきます。ワンコードにずつ。これを分解して今から解説していきます。まず、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、今見てもらったんだけど、ここにね、謎の数字があるでしょ。1、2、3、1って書いてある。あれまた 1? ってこうなるじゃないですか。1の時のフレーズ、2の時のフレーズ、だんだん分解していきます。ここに書いておきました。これね、例えばこれ、1の時はこの C のコードでこういう風に弾きますという風に。ここ、3000って C なんですよ。3020ってこれ意味わかる?これ3弦だけ2フレットになったってこと。コードネームで言うと C アドナインス。次、3100ってなった。これコードネームで言うと C サスフォー C。こうやってメロディを弾いていくわけ。ちょっとこれ、ちょっと一個ずつ分解していきましょう。じゃあまず、1の C のフレーズいきますよ。まず C を押さえといて、次、一番最初この C だけ。2番目は、3弦の2フレット C を押さえたまま足す。3弦の2フレットね。その次は、2弦の1フレットを足す。はい。その次また C に戻ります。これがワンフレーズ。わかった?この表、見て、もう一回いきますよ。C から3弦の2フレット行って、2弦の1フレット行って、また C に戻った。はい。これが1のフレーズです。じゃあ次、2のフレーズいきます。2のフレーズは今度 Dm がベースになってますからね。そうすると、今度は簡単です。Dm って最初こうじゃないですか。2弦だけ見てて。ここで、1、0、2弦の3、1になります。0離した。3フレット、2。今やってるのは Dm と、こことここ押さえたまんま、1、0、3、1にしただけ。はい、OK ですね。これが2のパターン。次、3のパターンは G7 です。G7 は、こういう風に押さえといて、1弦見ててね。はい。まず、3から始まるんですよ。要は、G7 サスフォーですね。マニアックな言い方すると。3、2、0、2です。G7 押さえたまま、1弦3、2、0、2。はい、これ簡単ですね。で、1行目はもう一回 C の1のパターンやって、はい、次2行目の F のコードのところに行きます。F のコード。次は4ですね、だから。F は Dm の時と結構似てて、F を押さえたまま2弦見てて、1、0、2弦の3、また1。要は、今度は F の時は Am のところ押さえたまま2弦1フレット、0フレット、3フレット、1フレット。はい。次、5のパターン。ここが難しいです。Gm です、Gm。Gm っていうのは、ここと、ここと、こことこことここだったからこうでしょ。はい。これで今度は、はい。まず Gm で1フレット。まず1弦だけに注目。1弦の1、離して0。次、1弦の3、1に戻る。1弦の3押さえるときにちょっとここ小指で狭いから、ちょっとここら辺がキーポイントかな。はい。ちょっとこう下に下げといた方がいいと思います。親指はね。1弦の1031ですね。その次は、6。6はね、C なんだけども、この6のブロックだけちょっと C のやり方が変わります。今度は、C を押さえたまま、2弦の1フレットから始まります。2、1、0で、今度3弦の2フレット、2、C に戻る。こう。はい、順番がちょっと変わります。なので、1の弾き方と6の弾き方、同じ C なんだけど、ちょっとパターンが変わるという。この6個の弾き方、を弾きながら、
進めていくわけでございます。全部まとめて書くとこんな感じです。1のパターン。これだから1と6のパターン同じ C だけどちょっと違うってこと。これ、見方、なんとなくイメージできたかな。はい。これ4段並んでて、一番上の段が1弦ですからね。2番目が2弦、3弦、4弦です。はい。だから3000ってのは C です。これでなんかこう読み解いていってください。これをやるだけでだいぶもう世界観がバッと広がります。はい。で、ベリーメリークリスマスのところはフレーズを弾かずにもう、ジャンジャカジャン、ジャンジャカジャン、ジャンジャカジャン、ジャンジャカってもう、いっちゃいます。はい。最後の、ウォーイズオーバーのリフレインのところも、特にメロディーはなく、淡々と、タンタカタン、タンタカタンというふうにやろうと思います。さあ、シンプルなんだけど奥が深い。しかも、英語ですからね。はい。やってみましょう。じっくり。まだ1ヶ月ぐらいありますから、クリスマスまではね。あとこれハッピーニューイヤーですから、まだちょっとクリスマス過ぎてもこう歌いたい曲ではあります。1ヶ月練習して、気持ちを込めて歌えるようになりましょう。じゃあ行きましょう。ハッピークリスマス、War is over。ジョン・レノンの曲、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。1, 2, 3. So this is Christmas.クリスマス War is over。 ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このフレーズ入るだけでね、だいぶいいでしょ。これこのなんか広がりね、これと一緒に歌いたいけど、やっぱりやってみたらわかりますよ。まあ歌のタイミングとこっちのずれるタイミングがまあもちろん違いますからね。ものすごい脳トレです。だけど脳トレばっかりじゃこの歌のねシーンが伝わらない。これをこうこのロマンでございます。はい。楽しく音楽ってね、ほんとすごいですよね。しかもこれ英語ですからね、またより難しいんですけど、やり始めたら止まんないやつですから。皆さん楽しんで音楽やりましょう。さあ、ガズですけど、このちっちゃいウクレレ持って全国飛び回ってイベントやっております。そんな最新情報と使っているこのウクレレ、ゲットできます。これの情報、あと本をいろいろ出版しております。はい。この後ちょっとご案内動画引っ付けときますんで、ご覧になっててくださいませ。チャンネル登録もよろしくお願いします。楽しく音楽やりましょう。それではまた会いましょう。さようなら。ご案内動画どうぞ。
はい、どうも、そういうわけで、ガズレレ .com のホームページをまずはご覧になってください。ホームページとリンク、ここに貼っておきます。何はともあれ、ホームページにみんな出てますからね。で、今ですね、予定されてる年内のイベントはもうソールドアウトになってて、ちょっとご案内が難しいと思ってたところに、1個、このメレカリキミカという、エビスガーデンホールでやってる、サザンオールスターズの関口さんが、やっていらっしゃるイベントに、キッズウクレレの、ケーキウクレレの講師としてガズさんへ、選ばれましてというか、もう光栄なことでございます。それにちょっと登場することになりまして、よかったらまたホームページ内にご案内、イベントのご案内のところに載ってますんで、ちょっとチェックしておいてください。あとはですね、このウクレレ、今事前予約販売、コンサートはもうちょっと予約販売分も、なくなっちゃったんですけど、現状ソプラノまだちょっとありますんで、はい、どんどん。ホームページから行ってみてくださいね。あと本出してます。こちらリッドミュージックから出てる100曲入りのめちゃくちゃ分かりやすくて簡単で楽しい本です。100曲入りですよ。これがめちゃくちゃ売れてますんで、皆さん売れてるってことはそんだけ皆さんいっぱい楽しまれてるということでございます。ぜひお手に取ってみてください。あとはこの主婦の友社から出ているガズさんの人生を語っている本というのもありますから、もうどんどんお願いします。音楽はもうここだけじゃなくて、やっぱこっちも大事、ハートも大事ですから、そんなことも触れていきたいと思います。そういうわけでガズさんはね、ブログを書いていたり、サブチャンネル、 YouTube サブチャンネルでガズトークというチャンネルも持ってて、なんか そういうね、それ面白い話もいっぱいしてますね。フォローの方よろしくお願いします。さあ皆さん、楽しく音楽しましょう。どんどんウクレレでもう周り巻き込んでね、はい、そんな楽しい人を増やしていければなと思います。さようなら、バイバイ。